の指に入る阿波踊り開催地ですよ、これもご存知だとは思いますが、内外ともに、越谷だけではなくて、東京にも本場の徳島にも出向いております。南越谷の名前がもうどんどん全国に広がっているわけですね。この11月の3日に、徳島で実はコンテストがありました。毎年徳島での披露があるわけですが、南越谷からも何年も出て、コンテストでね、いろんな賞を出てるんです。ちょっとこれ、コンテストに出た賞を、紹介したいと思いますね。小池連長、渋谷連長、金子連長、いらっしゃいますか。金子連長、渋谷連長、これが分かんないんですよ。確かに、上の人が連長なんで、小池連長、徳島のコンテストで今まで第6回ね、6年ほど続いてきたわけですけども、歴代賞をいただいた例を紹介いたしたいと思います。小池連長ですね。はい、じゃあ連名と名前だけでいいです。あんまり喋らないで長いのね。はい、愛嬌連の小池です。よろしくお願いします。木村連金子です。よろしくお願いします。日和連の渋谷です。よろしくお願いします。すみませんでした。昨年は今日11年、何年ですか、50年ぐらい来てるんじゃないかと思いますけどね。その中ちょっと4例ほどご紹介させていただきましたが、もっとたくさんの例がね、南越谷でも踊っておりますので、また来年しっかり開催できるように頑張ってまいりますので、皆さんご声援いただきたいと思います。これからご覧いただくのはちょっと単独の、ね、例になりますけども、水瀬連の披露になります。最後までご声援よろしくお願いします。はい、いや、じゃあ稲瀬連さん準備よろしいですか。はい、じゃあお願いします。Thank you.
Thank you.